札幌駅上空です。商業施設も休業していて、人の数は数えるほどしかいません。昨日、道内では新型コロナウイルスで8人が死亡し、札幌市では20人を超える感染は5日連続となる21人の新たな感染が確認されました。昼前のワッツスマートインターチェンジでは、例年は多くの車買い機械、同自動車道も混雑していますが、今日はまばらとなっています。 丸山動物園が10日まで休館するなど市内の公共施設は休館の延長が決まっていて市のホームページからも確認ができます。